ネット競馬ニュースフラッシュ。こんにちは。11月8日金曜日、本日のニュースをお伝えいたします。桜花の奇跡、毛塚美穂です。この番組では毎週月曜日から金曜日に桜花の奇跡のメンバーが日替わりで競馬ニュースをお伝えしていきます。それでは最初のニュースです。エリザベス女王杯枠順決定。11月10日日曜日、京都競馬場にて第44回エリザベス女王杯 G1 芝 2200m が行われます。枠順はご覧の通りです。本日はそんなエリザベス女王杯直前ということで、桜花の奇跡のメンバー3人より押し馬のご紹介をさせていただきたいと思います。それではまずはじめはももみちゃん、お願いします。はい、桜花の奇跡のもちももみです。私のエリザベス女王杯の押し馬はこちら、じゃーん、スカーレットカラーです。優勢とされる前走府中牝馬ステークス組、上がりも最速で快勝でした。決闘的に 2200m の距離延長の不安はありますが、走りを見る限りこなせるだろうと思いました。岩田騎手の断続騎乗も魅力的ですね。スカーレット色の女王に輝いてほしいと思います。注目してみてくださいね。さて、それでは次はラムネちゃん、お願いします。はい、桜花の奇跡、湖ラムネです。私のエリザベス女王杯の押し馬はクロノジェネシス。オークス3着以来5ヶ月ぶりの秋華賞はプラス20キロの成長で、余力を残しながら2着馬と 0.3 秒差をつけ完勝しました。叩いた今回はさらなる上昇が見込めそうなので、今回も期待したいです。皆さんもぜひ注目してみてください。それでは最後はみおちゃんに戻したいと思います。みおちゃん。はい、再び桜花の奇跡、毛塚美穂です。私のエリザベス女王杯の押し馬はこちら、じゃん、センテリオです。はい、私独自のおみおポイントが一番高かったのがこのセンテリオでございます。2200m の連帯率は 100% と、唯一1頭だけ 100% であることと、右回りの経験数、そして連帯率も高く、平均的にポイントを獲得し一番高い点数になりました。ただ両馬場でのレースでしか経験がないため、万が一天気が崩れてしまったら、ちょっと心配なんですけれども、今のところ予報では雨が降らないようなので、このまま天気が持ってくれたらいいなと思っております。ぜひ注目してみてください。牝馬たちの熱き戦いを応援しましょう。さて、最後に桜花の奇跡よりお知らせです。明日11月9日土曜日、大井競馬場にて桜花の奇跡がライブを行わせていただきます。イルミネーションスポットとして話題の東京メガイルミのイベントとして、トゥインクルステージにてライブを行わせていただきます。時間は19時15分からと20時からの2ステージでございます。また17時30分からはパドックにてメンバーの星野灘が誘導馬に乗って登場します。この日は競馬の開催はありませんが、桜花の奇跡のメンバーに会いにぜひ大井競馬場にお越しください。以上、ネット競馬ニュースフラッシュでした。